小平市立第六小学校は東京都小平市小川東町にある市立の小学校。各学年3クラス、児童数は569名。特別教室の一部を地域に開放しているほか、最上階に見学棟を設けるなど、地域の公共施設としての役割も担っている。旧小平市立小川東小学校、1973年に小平市小川東町にある 萩山団地のために作られた。創立にあたり、小平市立第六小学校校区だった小川団地を小川東小学校校区に加えられた。2001年には子供の減少により、小平市立第六小学校と合併し、28年の歴史に幕を下ろした。卒業生には、大林元ことほ5分の距離にあるブリジストン。 東京工場の従業員の子供のために、1958年ブリジストンの寄付により、小平町立第一小学校の分校として開校した。現在でも保護者の約5分の1がブリジストン関連に勤めている。1991年、建設後30年以上が経過した校舎の建て替えの検討が始まり、1997年に新校舎が完成した。 学区は小川東町1の5丁目と小川西町4丁目の全域、小川西町3丁目の一部である。小川西町3丁目の8.9番は調整区域となっており、小平市立小平第13小学校も選択することができる。ありがとうございます。